はい、本日はですね、ユニクロのブロックテックパーカーを購入してきたので、そちらのご紹介をしていきたいなというふうに思います。ですね、こちらが購入品なんですけども、僕が購入したブロックテックパーカーのカラーっていうのはですね、今回、オレンジを購入しました。オレンジを購入した理由はですね、特にないんですけど、春っぽいかなと思って、購入したっていう感じになってて、で、一応このジャケットは、高機能なジャケットになってるっていうことなんで、ちょっといろんなテストの動画作りたいなと思って、購入したっていう感じになってます。で、僕知らなかったんですけど、このユニクロのブロックテックパーカーって、結構前から発売されてたらしくて、数年前からそれこそあったらしいんですけど、僕はほんまつい最近知って、そんな高機能なジャケットあんねやっていうことでいろいろ調べていったんで、そこを見ていきたいなと思います。まず一つ目はですね、防水防風透湿性があるっていうことで、カッパにもなるし、ウィンドブレーカー風よけにもなるし、でちゃんと熱も逃がしてくれるっていう、ゴアテックスみたいな機能が搭載されてるっていうことで、それがユニクロから出てるっていうことなんで、人気があるみたいなんですけど、僕が今着てるようなゴアテックスのジャケットも同じような機能があるので、値段がほんま6倍とか5倍ぐらい値段違うんですけど、どれぐらい性能が違うんかっていうのも一回ちょっと動画作ってみたいなと思うので、それはまた別では出すんですけど、そういう機能がここに入ってるっていうことになってるんですが、ただ防水とはいえども完全防水ではありませんって言ってるので、もしかしたら大雨とか、あと台風とかそういうのはもしかしたら濡れるかもしれないんですけど、その辺とかも一回シャワーとか当てて、防水の実験ゴアテックスでしたことあるんですけど、同じような実験もこのブロックテックパーカー着てやってみたいなと思うので、どれぐらいやったら浸透するんかとか、どれぐらいの雨やったら大丈夫なんかっていうのを、一回実験してみたいなと思ってるんですが、それでも値段的にはかなりコスパがいいんかなというふうに思うので、その辺が人気の理由かなと思います。値段が5999円の消費税っていうことになってて、ちょうど今がですね、割引期間中で、確か3月の26日ぐらいまでは1000円ぐらい安いっていう感じで、僕もたまたま行ったら1000円安かったんですけど、4999円の消費税っていう感じで、5000円切る値段で、一応消費税入れたら超えるんですけど、そういう高機能なジャケットがあるっていうことも、値段の割にクオリティが高いっていうのも、人気なのなと思いますし、あとそれ以外にもカラーバリエーションも豊富で、単色なんで結構普段使いしやすいっていうところも、人気の一つかなというふうには思います。ただですね、このジャケット自体が、ユニクロの公式の分でもあるんですけど、3年経ったら劣化しますっていうふうに書いてて、どこが劣化するんかっていうと、この内側になってるんですけど、この中の素材っていうのがですね、コーティングされてるんですけど、このコーティングが剥がれてきたりとかベタベタしてくるっていうのが、もう3年経ったらなりますっていうことになってますので、それがベタベタしたり剥がれてきたらどうなるんかっていうと、防水性がなくなるので、濡れちゃうと浸透するっていうことになってきたりとか、風が通っちゃうっていうことになってくるので、全然着ることは着れるので、寿命が3年って言っても服がなくなるっていうわけじゃなくて、機能がなくなっていくっていうことになってるようです。5990円でここまで喋れたら十分すぎるやろなとは思うんですけど、僕の本来の目的はいろいろ実験したいというのが目的なんですけども、せっかく買ったんで合わせていく様子を見てもらいたいなと思います。There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do.はい。ということで、着用動画見てもらいました。もう僕も早速着てるんですけども、結構明るめのオレンジはオレンジなんですけど、暗いパンツとかで合わせるんやったら、全然合いやすいんかなというふうには思いましたし、柄物でも、合わんことはないかなと思うので、特にこれから春とか夏とかにかけてやったら全然大丈夫かなと思いますし、それこそもうちょっと寒い時期、とかであれば4枚目の着用動画みたいな感じで中にインナーダウンを着てあげれば、結構寒い時期でも着れるんかなと思いますし、それこそ登山する方ってこういう着方しはると思うので、そういう風に考えれば、結構長く着れるんじゃないかなと思います。オレンジはちょっと秋になったらどうかなと思うんですけど、黒とか他のシンプルな色を選んどけば結構長い期間着れるかなという風に思います。で、実際ですね、先ほどの撮影からですね、結構もう日にちが経ってて、もう防水のテストとかも全部終わってるんですけども、まあ何度か着用も実際してみて思ったのが、防風性に関して結構しっかり風を防いでくれてるなっていうイメージはあるので、まあ、春先って特にまだ肌寒い時とかあると思うんですけど、まあそういう時とかはニットの上にこれ1枚着たら、風はしっかり防いでくれるかなっていうのが、まあ着用してみた感想かなというふうに思います。で、実際防水のテストとかに関してはですね、また後日動画出していきますので、どれぐらいの防水性があるのかっていうのもまた楽しみにしておいていただければなというふうに思います。はい、ということでまあ僕も実際これオレンジ買って実験用として買ったは買ったんですけど、結構ウィンドブレーカーとしては優秀やなって思ってるので、まあ普通に私服とかでも着れるんじゃないかなというふうには思っております。はい、という感じになっておりますので、本日はユニクロのブロックテックパーカーのご紹介をしてみたという動画になってます。以上ありがとうございました。